イデオネラサカイエンシスはペットボトルの原料ポリエチレンテレフタラートを分解して栄養源にしている新生細菌の一種である。PET を発酵原料にイデオネラサキンシスが体内で生分解性プラスチックを生産していることが分かった。これにより微生物による PET リサイクルの可能性が示された。 大阪府堺市のリサイクル工場で採取された資料から発見された新種の細菌で、イディオネラサキンシス 201F6 株と名付けられた。PET 分解酵素のペタセと、テレフタル酸とエチレングリコールに分解するムハターゼを持ち、小さく刻んだ厚さ 0.2mm の PET 変を6週間で、二酸化炭素と水に変える。 京都工芸繊維大学の小田光平が2005年に分離に成功し、2016年に発見地の地名にちなんで命名した。PET は生分解性プラスチックには含まれず、ペットボトルはマイクロプラスチックによる海洋汚染の発生源となっている。PET を分解できる微生物は分解対象が多い場所にいるはずと小田が推測して探したことが相当して、 発見に至った。ペターゼの構造やイデオネラサカイエンシスによる分解の効率を高める条件についての研究も進んでいる。6、藤原、R、サヌキ、R、アジロ、h トールダイレクトフェルメンタティブコンバージョンオブポリイントゥポリバイ、イデオネラサキンシス、サイレップ11。 19,991https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10.1038スラッシュ s41598-021-99528-x ありがとうございます。